それではここからは明日の天気をお伝えしていきます。明日も太平洋高気圧に覆われて北日本から西日本まで広く日差しが届きます。強い日差しが照りつけるので紫外線対策を万全にお過ごしください。高気圧の中心は西日本となりますので、東日本や東北の内陸部を中心に山沿いでは午後に急な雨や雷雨の可能性があります。外出時には雨が降っていなくても折りたたみ傘があると安心です。一方、南西諸島は台風6号の影響で雨の降りやすい天気です。雨風が強まって荒れた天気となる恐れがあります。海上ではうねりを伴った高波の恐れもありますので、海岸には近づかないようにしてください。そして全国の気温を見ていきますと、軒並み30度上回る真夏日予想となっています。こまめな水分、塩分補給など熱中症対策を万全にお過ごしください。中でも大阪や広島では猛暑日アイコンとなっています。熱中症警戒アラート、明日は9県に発表されている状況です。お休みの際も暑さ対策を万全に行ってください。では明日の天気予報も見ていきます。広い範囲で安心となっていますが、大阪や広島ではやや注意、さらに那覇では注意レベルとなっています。気圧の変化などで頭痛や関節痛などを発症しやすい方は、必要に応じて薬の服用でしたりストレッチなど万全な事前対策を行うようにしてください。以上、明日の天気をお伝えしました。ではこの後番組は21時から再開です。